はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。中本白秋です。はい、第6弾。今回は、類似の点角や払いが重なるときは、変化をつけるの解説を行っていきたいと思います。今回ご説明する内容も、多くの方が変な書き方をしておりますので、きっとお役に立っていただけると思います。最後までご覧になってみてください。ここにですね、食とか縁とか、養う、込める、半、剣とか、こういう字があったとしますね。例えばこの、食という字で例えてみましょうか。これをですね、こういうふうに書いてる人たくさんいらっしゃるんですよ。食という字ですね。こうして、こう払って。皆さん、見覚えございませんか？これは今ですね、今、ここの部分が、同じ右払いが2つあったわけですね。それを、こう来て、ここでスッと払って、またここでもこうして払って、同じ表現をこう繰り返してますね。今度。このことを言ってるんですね。一つの中にですね、例えば漢字一字の中に右払いは一つだけにするんですね。ここでこの食とご覧ください。こう、書いて。で、ここで右払いしましたね。そうすると、ここの部分ですけど、こちらは払わないで止めて、こう変化をつけてるんですね。このことを言ってるわけですね。例えば、円っていう字もそうですね。ここに、こっちに右払いがありますから、この右払いっていうのは、文字で言うと、これできちっとまとめ上げる、強調する表現の一つなんですね。ですから、右払い、どちらを右払いに止めて、どちらを右払いにするかということを考えると、大きい方の右払いをですね、しっかり書いて、こちらの方はこう止めておいて、で、目立つ、かっこいい、ここで大きく右払いをまとめる。こういう考え方ですね。例えば、用という字なんかもそうですね。どちらを右払いにするか、どちらを止めるかという考え方なんですけども、やはり、このパーツで大きく、一番目立つ右払いをちゃんと書いて、で、こっちの右払いを静かに止める。こういう考え方ですね。この字なんかもですね、こういう字を平気で書いてる人いますよ。皆様見覚えあるかもわかりませんけど、この字をですね、こう書いて、ここを右払いにして、そしてまた、ここも払う。ここも右払いにして、ここも右払い。表現がダブりましたね。ですからこういう風なのは感心できないんですね。理想はこちらに書いてますけど、こちら書いてますね。こう書いて、で、こうして、こちらはしっかりこう止めて、そして、こうに書く。そうすると、ここの表現と、この表現が、ダブらなくなりましたね。ですから、こちらは、こう、ちゃんと止めて、そしてこちらでは、キュッと払う。こういう書き方がいいわけですね。このことを申し上げているわけです。はい。この部分もそうですね。この部分と、こちらはちゃんと払いました。はい。これも剣という字をですね、このように書く人がたくさんいらっしゃいます。剣という字もですね、こう書いて、こう書いて、こうして、こういう書く人がいますね。ここの方を見てください。両方とも右払いにしました。大体こういう字をですね、書いてる人を見ますと、こういう人は字の書き方が理解できてないと、もう一瞬思っていただいて結構なんですね。以上、今回はですね、この、同じパーツを繰り返す場合にですね、表現を変える。例えば、表現を変えるというのは、前の動画にでもですね、例えば、後から書くパーツ、まあ、炎でちょうどありますけど、こういうふうに、炎ってこう書いたら、まあ、ここの払いも表現しますけど、後から書くパーツをちょっと大きめに書いて、こう表情を変えてるわけですね。これにつながる考え方ですね。この後、古典作品ではどのように表現しているかご案内してみましょう。どうぞご覧になってみてください。こちらの青という字は、唐の時代の顔真の多方頭皮ですね。で、こちらは、貯水量の顔頭小教場、迷うですね。この、送るっていう字は、隋の時代の母子に書かれている文字、このように表現されています。また、最後のこの円、この王はですね、唐の時代の応用順9世紀霊鮮明の書き方ですね。今への説明の形で表現されていることがご理解いただけたと思います。最後にもう一度整理しますと、類似の転換や払いなどが続いた場合には変化をつけて表現するの解説でした。以上、白書書道教室から皆様にご案内しました。私たちの教室は、新橋、浜松町、田町、青山、高輪、白金台の駅近くで手軽に学習できる学習教室を開催しております。どうぞお気軽に無料体験学習に参加してみてはいかがですか。以上、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。中本白秋でした。